ではいつものようにこちらのコーナーからです。人気者ちょいわら先生の今週の一発予想。こんばんは。はいこんばんは。先生今日は三十分拡大版スペシャルということで。はい。そうですね。ちょっとゲストをね、はい、お呼びしましたね。はい。後半はちょっとコメンテーターに出したいと、はい、思いますけど。で前半後半に分けて今日はお届けしたいと思います。そうですね。前半はええ為替で、うん。後半はええと株の方をね、株の方で予想していきたいと思います。はい。よろしくお願いします。お願いします。 ではじゃあまず、先週の検証先週は、ね、なんかポン,ドがすごいポンドもドルもすごいね、はい、黒田さんも大活躍ねいう,いう状況でしたよはい、はい、まずちょっと検証しましょうまずねあの月曜日から、まあ、あの簡単に言うと水曜日木曜日ぐらいまではうん、うん、ドルが下がったんですよ、うんうんね、で10年債の利回りがね、はい、あの長期債の,、ね、の利回りが ピークアウトしてね4%割れということでもう月曜日からねえもうドル売り、ドル売りでスタートしてあれもう介入効果かなと言われたんだけども介入はしてなかったのね実的に発表ないんでねでもあのドルが150近くからえど,んど,んど,んどんどん落ちていってえ売られてさてドルが終わったかなと思ったら。 週末には大きく切り返したんですけどねドルもそうだけどもあの25日にスナックさんね、はい、スナック政権ね、うんうん、これが、えー、新政権だって、はいえー、財政畳みしの機会があの期待だということでね、うんうん、えらい上がったのね。うんうん、ですっごいねあの前がだめだったんね、はい、申し訳ないけどねトラスさんがだめだったんでしょうね。<laughs> やっぱりあの期待されてるってことですね。そうそう元あの財務、うん、財務省なんでね。はいえー、スナックさん四十二歳。うん、えらい金持ち、うん、ねでもうこういう状態でね、えー、期待されてね。うん、また今日も上がった今日まで上がった週明けでね。ポン強いですね今ね。強いね。うん。 先日のね、本当石田さんの昨日かな、きのすね、ちょうね、日昨うね、言わせてもらったけども、国王よりもお金持ってるのね、すごいですね、1200億円、億円持ってるそれはもう奥様効果っていうことも奥様ももう大富豪の娘なんでね、もちろんこっちがでかいと思うんですけどね。 ね、だからイギリスだめだったら僕が払おうじゃないけどもね、うん、まあそこま、ねね、ですけどね本当にねだからそ,の、はい、そういう期待もねやっぱあるんじゃないかというふうなね状態で、まあ、ポンドが強いと、えー、いう状態。はい、じゃあ果たして ECB ね 0.75、えー、パーセントで上げしました。うん、普通ポンド上がりますよね。うん、でもその後の結局ラガルド会見で、はい、いやでも実際具合悪いんですよって経済見通し悪いんですよというふうな状態のね、うん、コメントが出て。はい 結局ね、ちょろっと上がって下がったみたいなね、ユーロは売られちゃったはね、もうちょっと決め手がない状態かな、まあ円安効果では強いんだけどもね、そういう状態なんで、利上げしてるのに、利上げしてるのね、0.75に、結局、ユーロ売られて、当日は下がったというね、で黒田さん、黒田さんってもう日銀ですよね、この時はね、11時50分ぐらいに発表があって、一回上がったのね。 ドル円円安でドーンと上がったんですよ。で物価上昇率が2.3から2.9%に良くなったということで、うん、1>, 1回買われたんですよ。はい、あれでひょっとすると黒田さんの会見で、うん、政策変更というかある程度ね、うん、修正あるんじゃないかというふうな、はい、あの形になったんだけども、うん、結局ね、あのー、黒田さんの状態でまた上がったというね。 一番緑の字書いてますけど今すぐ利上げなんかしないよ出口が来るとは考えてないよまだドーンと上がってだから結局ねあともう退職金のことしか考えてないんだよねはっきり言って申し訳ないけどもね国会答弁も見ましたけどもう本当に全く利上げはないですねいやもう利上げとかいう気持ちにさらさらないよね 今そういういい状況じゃないって日本ねだからもうあの結局ねあの前から言ってますように、はい、あの介入しようが何しようがね、うん、もう突っ込んだところ目つぶって買っとけばね、うん、儲かるんですよはっきり言ってね。今週ちょっとねだから FMC とかね、はい、あ,のあと中間選挙来週ねあるんでね、はい、その辺も影響してくると思いますけどね、はいうん、でもまあ,あの日本が政策変更ないということはもう要するに円安はまだね少なくても年内。はい ぐらい続くんじゃないかというね。うん、いい状態ですよ。うん、いう形ね。で、あのそのまずドルの方ね。見てもらいたいのね。はい、これ、先週のやつですよ。うん、長期金利低下しますよ。これも後後にもうあの大引いてるんですけど、うん、あの直近利が4%割れましたよ。とかいう状態で下がってきて、利上げペースがね。鈍化するんじゃないか、うん、あ。もう終わったのかな？みたいなね。状態で一回下がったんだけど。うん またこれ見てもらったら分かるんですけどあの日銀の、ねえー、政策決定会合の後に黒田会見でまた上がってるでしょ、そうんうで、ん、すねもう毎度なの、うんうん、これ毎回毎回そうなの。うん、だこれはもうあの少なくてもその時のあのドルの位置とか、ねうん、あの円の位置が分かんないけども少なくてもあの3月までは続きますようん、うん、日銀の時はね。うんうん、だからもうそのためにあの買っておけばいいんじゃないかというね。はいはい そんなな流れになってますよねだからもう分かってるんですよ投機筋もね、うん、ファンド筋もねうん、うん、でまあ日本の皆さんが介入入ったということでやばいっていことで売るもんだから余計にやられちゃうのねうん、うん、これちょっと構えては構えた方がいいんじゃないかっていうねうん、うん、少なくても今週いっぱいはねうん、うん、いうふうなの思いますよねであのさっきのポンド、はい、余談になりますけどねこれ見てください。ポンドはすごいなスナックさん、うんね これでこんなに上がってるの、うん、時間足ですけどね、うん、これポンド円のポンド高値は六年ぶりですか、ね、6年ぶりで今日171円の半ば後半までいったんかな、うん、さらに更新ですよ今のシャドウ足んないぐらいまで上がったるのね、うん、いう状態ですよねただこれっていうのはね、あのー、トランさんの時もそうだけども、うん、政権変わればだいたい5周期で上がるのね、うん だからちょっと今週から来週にかけてドルの動きによってちょっと臭いかなというねご祝儀続いてますからねちょっと注意しなくちゃいけないかなというまあポンド高はもう間違いないと思いましたけどねでもちょっと買われすぎかなというねこれからいろんな問題がありますからねというのもありますよね。じゃあちょっと今週の注目ですね。 もうわこれもこれも忙しくてしゃあないですよ、うんこれね、27日と書いてますけどね、はい、27日って朝の3時ですよ、うんね、で FMC の金利発表、うん、また0.75ほぼ間違いないでしょう。 うん、で先週下がったのはね、うんあのー、0.5かもしれないとか、はい、まだ12月の金利がね、うんえー、0.5になるかもしれないとかね、うん、いろんなあの思惑があったんですよね、うん、でもほぼ0.75間違いないですよ、うん、ただこれを見て、えー、まあ要は予想通りじゃないかという見方もありますけどねただまあ,あの年内4.5ぐらいはね 持ってくんでね12月にはクリスマス商戦もあるしねドルは強いと思いますよねパウエルさんも言いようがないんでねここまで来てねだからまあ発言ないと思うんでおそらく水曜日までは水曜日の水曜日木曜日ぐらいまではドルは強いんじゃないかなと見てますよね。 ルでそこでイギリス中央銀行もイギリスも、ねまあ、0.5%、これもう、うん、上げざるを得ないね。これは予想0.75になってますね、やっぱアメリカを追随して、まあ、もうそう、上げざるを得ないです、だから、ねうん、そうそうあの、オセアネもそうですけどね、まあ、こういう状態、ついてますけど、まあ、これちょっとあまりね、こっちの方はあまり期待しない方がいいんじゃないかなと思いますよね、瞬間直後はあの上がってもね、あのうん、そんな動きないんじゃないかなと。 でこういう統計も弱いです、前回に比べるとね、うん、弱いんだけども、まあ、19万人とかいったと、総合的にはね、<coughs> そんなに売られる材料じゃないと思うので、ねはい、だからまあ水曜、木曜日ぐらいまでは、ドル中心、来るんじゃないかなというね、うん、あと、ポンドが暴れますよみたいなね、うん、いう感じじゃないかなと思いますよねこの次に待ち受けてる中間選挙がね。はい まあ、中間選挙ね、ねまあ今、トリプルブルーかな、うん、ねあの大統領とね上院も下院もなんとか、はい、ね全部あの要は民主党が強いんだよね、うん、なってますけど、この来週のね、<laughs> ひっくり返るかかどうかひっくり返ねじれになっちゃうのんじゃないかなっていうね、ねこういうのも不安ありますよね、うん、そ,ねねそれによってやっぱり特にダウとかね。はいはい 後半の先生がねいろいろ話してくれると思うんですけど為替ももちろん影響ありますよねそうですねそうだちょっと来週以降になるとなかなか為替も読みづらいですよね今週はでも大体こういう流れでもう大体予想通りいくんじゃないかなっていうのがね今週の一発予想ですからねいいんですね今週ねでいいただきはい今週の一発予想はこちらですはいまあねどれ強いと思いますけどね少なくても FMC の 発表ね、3日のね、3時半ね、パウオリ会議、この辺ぐらいまでは強いんじゃないか、150円目指すんじゃないかなと思いますよね、ただそこで、上げが少ないとね、当然、翌日金曜日なんで調整入るんで、そうするとちょっとユーロの売りの出番かなと、どっちにしようかなと思ったんだけども、ドル買い、その後バトンタッチ、ユーロ売り、こんな感じかなというふうに思いましたね。 でちょいわら先生と僕でセミナーを開催急遽決定ということでそうでですすねはいこちらです、はい、特別コラボセミナー開催これ東京と名古屋でね2都市連続開催ということでそうなんですよもうね、あのー、18日の,あの、まあ、取引所の、ねえー、セミナーに関してはもう前回もねちょっとあの、えー、お断りっていうか用バー抽選でそう転、うん、用場バーあったんで、まあ、ぜひそういう方々を、ね、優先的に呼びたいというね、うん、部分もあったしね でまずちょっとこちらで、何言っても、あれですもんね、中間選挙終わって、五位<う>統計終わって、全部が終わってね、うん、あと年末,、ね、年末の予想なん,かなんで、こっちは楽なんですよ、逆に石田さん。楽っていうかね、ある程度読みやすいからね、うん、あのちょっとそれを含めてね、まず東京でやって、うん、あと名古屋、ともにね、もう定員近くまでもう石田さん、そうなんですよ。うんうん これ募集開始した途端にもう両方とも20名以上の申し込みが1個ちゃないや本当にねだから今回申し訳ないですけど抽選になるかもしれませんけどもねできるだけ多くね会場変えられませんけどなんとか一人でも多くねお呼びしたいと思ってますのでぜひ、ねまだ早めにねまだ申し込みやってますので来てもらいたいなというに思います。ねああととと両方も 5 6名ぐらいでで締め切る感じですもんねいや、あのー、当然ねもう来たい方いらっしゃるんでね、うん、だからもう、あのー、うちのお客様でももう全然行きたいっていうお客さんいるんだけど、うん、もうちょっとねすいませんみたいなもうお客様はもう特別にうちの会議室でね、うん、勉強会やるんで、うん、ちょっと待ってくださいとかね、うん、いう状況なんでまあ、あのー、あと10名10名ぐらいはね、うん まだ可能ですよねできるだけ初めての方をちょっと優先したいと思うんでね、ぜひまたご応募いただければと思います。はい、皆さんお早めにお申し込みいただければと思います。東京と名古屋でそれぞれ開催します。11月の18日と11月の26日です。よろしくお願いします。ということで、後半の方でまたクリック株についてそうですね株の上についてもね、ちょっとゲストということでね、私コメンテーターで。 スペシャルゲスト読んでますでね。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、一旦前半終了後半をお楽しみにしていてください。よろしくお願いします。お願いします。